すべての人々の DNA 情報を完全に解析し、その適性に合った食料に従事させることで、誰もが幸福に生きられる世界を作る。つまり、個人の自由意志が一切認められない徹底的な管理社会。それこそが、ドゥランダルが実現しようとするデスティニープランの正体だった。アークエンジェルの面々は、ドゥランダルの暴走を止めるべくエターナルと合流し、ゼクイエムの要とも言える一時中継コロニー、ステーション1を破壊すべく出撃する。そして、イザークとディアッカの助力を得て、キラとアスランは、ステーション1の破壊に成功。突如姿を現したメサイア、デスティニー、レジェンドとの最後の戦いが始まろうとしていた。グフ・イグナイテッドは、機動戦士ガンダムシードデスティニーに登場する、ザフトのモビルスーツなのでおます。近距離での格闘戦に主眼を置いて開発され、背中のフライトユニットの恩恵により、戦場を選ばず戦える優秀な機体だったのでございます。そうだ、その通り。いわゆる、ニューミレニアムシリーズの一機で、磁気主力機のザオザクウォーリアと争って敗北したものの、その後、地球連合軍との戦いが長期化し、戦線が予想外に拡大した結果、保有するモビルスーツの減少などなど、予断を許さぬ状況に直面したザフトによって、急遽量産が決定し、少数ながら生産されて、ハイネブ S10 フルスなどのフェイスや、ザフトレッドに優先して配備されたという設定なのだけど、もともと、TM レボリューションの西川貴則氏がハイネ役に決まった際に、福田監督が何に乗りたいかと尋ねたところ、西川氏がグフがいいと言ったもんで、グフイグナイテッドが生まれたという伝説が残っているのだよん。そのため、当初から、後々まで引っ張る予定などなく、本作での扱いは、極めてファンサービス的な意味合いが強かったのでしたとさ。そうだっけ？グフイグナイテッド、イザークジュール専用機は、前作から引き続き登場したイザークジュールが、終盤にスラッシュザクファントムから乗り換えて使用した、白いグフイグナイテッドなんどすえ。まさに、白服となったイザークを体現した機体は、設定では、量産機を白基調に変更した仕様のため、型式番号に試作機扱いを表す X がついてない点が異なるほか、性能などは一般の量産機と変わらないと言われているのでございます。ガンダムシードデスティニーでのイザークは、ザフトに副隊を、隊長の証である白服をまとい、第二次夜勤部へ攻防戦でも活躍した、ジュール隊を率いて戦っていたモンザイモン。そのメンツには、前作でザフトを離反していたディアッカのほか、イザークに思いを寄せる女性士官的な立ち位置で人気だった、シホ・ハーネンフースも後に副隊したのよね。なんつうか、シブ・ディープ・アームズで有名なキャラといえば、お分かりいただけるかと思いやす。そうだそうだ、そうかもしんない。アニメ本編では、白い人と黒い人のコンビでボケとツッコミをぶちかますも、前作でのやんちゃさは影を薄めた上、ツッコミが弱いために持ち味を活かせてなかったのですよ。悲しいね。ガイデンやゲームで関係を噂されて人気だったシホ・ハーネンフースも、本編では、イザークのそばで見かける謎キャラ扱い以上の活躍はなかったもんじゃやき。だが、しかーし、ギルバート議長によるデスティニープランの発表やら、なんやかんやで疑念を抱き、ラクスクライン率いる、真の主役様ご一行に同調したのでございます。エターナルがザフトの船だという強引な理屈で援護し、その参戦により、混沌としていた戦局がラクス陣営に傾いたのだよ。さすがやね。名シーンとしては、ディアッカ・カルブレイズ・ザク・ファントムとの連携で、これでおしまいとばかりに登場した中ボス級の一機、ザムザザーを撃破するなど活躍したのよ、おめでたう。そうかそうか、よかったね。ぶっちゃけ、出番は決して多くなかったものの、クールな魅力を増したイザークに、腐ったお姉様方もご満悦だったのは確か。そう、確かなのだよ、皆の衆。事実、コミケでは、イザーク、ディアッカボンがずらりと並び、ノーマルな思考の人にゃー、イザーク、シホボンも人気があったもんちっち。関連商品の人気も高く、コスプレでも、小顔の女性が銀髪のズラをかぶると、なんだかとってもイザークっぽく見えるってんで人気があったものよのう。モデラーとしては、バンダイさんが空張りでグフを出すことは予想できたものの、ハイグレードのスラッシュザクファントムがいつまで待っても出ないので、しびれを切らしていたやつも多かったものでござりませう。そんなん、嘘っぱちだー。時は2007年8月、まさに、機動戦士ガンダムシードデスティニーの放送が終了して2年、ハイブレードグフイグナイテッドのバリエーション。グフイグナイテッド、イザークジュール専用機が発売される。すでに、イザークファンの多くが、既存のグフイグナイテッドを塗装して完成させていた時期。変わり映えのしない空張りキットは、出すのが遅いと多くのモデラーから品縮を買う結果となった。しかし、その人気は今でも高く、他のバリエーションへの塗装も楽な仕様は、モデラーから交換されているという。キットの値段は1500円、
2007年8月に発売されたキットだよん。2005年5月に発売されたグフイグナイテッド、ハイネ専用機の空張りキットで、同年8月に発売された量産機から2年の時を経て発売された両作。成型色をホワイトに変更したことにより、様々なバリエーションへの塗装が容易な、便利なキットとして生まれ変わったのでございます。その、通り。プロポーションは細身ながら概ね良好。ザクゴーリアのようなカクカクした造形ではなく、メリハリのついた造形なのが嬉しいね。ただし、イザーク専用機の場合、アニメ本編での作画が、若干、宇宙世紀のグフのイメージを踏襲しているような感じがするので、違和感があるのも事実なのだよ初見さん。キットは、怒り型の感じが最高の出来。肩の引き出し機構など、関節のギミックも優秀なキットなのだけど、コレクションシリーズの球体ポリパーツを使用した、肩関節やウィングの付け根などは、若干保持力に劣る印象。その他の部位は、パーツに干渉する部分も多いために、可動範囲は抑え気味な感じやね。まあ、可動範囲を広くしたいなら、干渉する部分を削れば良いだけの話かもしれん、かもしれん。武器は、条件状態と収納状態のビームソードが付属。ビーム派はクリアピンク成形で、細い上にパーツが細いので注意が必要なのだよね。4連装ビームガンは両手の前腕に固定する仕様。シールドは、基本、左前腕のビームガンに装着する仕様で、収納状態のビームソードを収納することができるのですよ、おっかさん。当然ながら、右手のビームガンにはシールドをマウントしないので、シールドを差し込む穴っぽこが気になったもんだよ。まいったね。そうだそうだ、クリームソーダ。でもって、スレイヤーウィップは、伸びた状態としなった状態の2種類が付属。どちらもクリアピンク成形なので、グレーのやつが欲しいなら、他のキットから流用するなり自作するなりしてちょんまげ。その他、ハンドパーツは左右の拳状の持ち手と、スレイヤーウィップ用の右の持ち手。パーツの組み替えで、角度や高さを調節可能なディスプレイスタンド、ベース1。色が足りない部分に使うシールが付属するのでございます。2007年のガンプラとしては、ABS を全く使用していない点は交換できるとしてもだね。パーツの合わせ目や、パイプ類のパーキングライン、ポリパーツの目立つ部分があるのが見劣りする上。発売時期も遅すぎて、モデラーの品種を買ったのは確かなのだよ、おっかさん。まあね、この時期においても、ダガーエルとか、地球連合の量産機が発売されなかったり、ハイグレードでスラッシュザクファントムがキット化されなかった点でも、一生恨むとの玉う、モデラー様方が多かった印象。そんな時期に発売された空張りキットなんで、このキットを見て、いやあんな反応をする連中が多かったのは間違いねえ。でもね、まあ、なんだ。手軽に作りやすい上、光の透過が少ない、ややグレーっぽいホワイト成形なので筆塗りでも塗装がしやすく、総じて優秀なキットのため、愛好者も多数存在する印象。それだけに、ああ、それだけに。小売店で見つけたならば、モデラーとして、即、ゲットするのは当然の行為だと言っておこうね、そうし合う。なんというか本中か、バリエーションでは、一番グフらしいと人気の量産機が、中古市場では一番プレミアついてるもんで、再販されてもすぐ売り切れるのが現状。このキットは、その代替品として大いに重宝されているのは間違いねえ。っていうか、バンダイさんの再販数が少ないんじゃねえかと思ったりする今日この頃。俺の印象では、ブルーの量産機の次に人気があるのは、パチクミ派ならハイネ専用機。ガチのモデラーならイザーク専用機。ラメ入りの硬いパーツが嫌気されて人気がいまいちのルドルフ専用機は、コレクター用といったところじゃないかしらん。ですよねー。実際、このキットも何度も再販されており、動画で使用したキットは、2016年に再販されてるやつですな。なんでわかるかってと、ST マークがついてるキットは、ST の右側に記載されている数字が、検査受験を申請して合格した年の下2桁なのだよね。ちなみに、90年代は下1桁。俺が何とかの再販とか言っているのは、基本的には、インストに記載された記述を参考にしているのよね。いやね、こないだ、視聴者様からのありがたいコメントが来てたのだけど、うちの動画の視聴者は、基本的に、40オーバーが確実なおっさんじゃん。ST マークの見方くらい知ってるのが当たり前の世代だし、ざっくりした時期で良いと思っていたわけですよ。モデラーならなおさら、グフイグナイテッドみたいな、何度も何度も再販されているようなキットは、酷使された金型によってパーツに狂いが出たり、素材が変更されるケースがあるので、中身が見れない場合とかは、ST マークを参考にする場合もあると思うのだよね、そうだよね。とにもかくにも、手軽に組める上、値段も手頃なので気分転換に組むのはありでせう。前述の通り、アニメ本編での作画が、若干、宇宙世紀のグフのイメージを彷彿させるため、既存のグフキットのパーツを流用するのも良いかもね。まあ、ガンプラなんて好きなように作ればもう満体。シンプルな構成のキットだけに、その辺の回収は比較的容易なのでござんすよ。はい。そんなもん、わかるかーい。